よし。今回はバトルする前に銃をね、調デュアル達？スイーパー、これこういうやつかな、スパッタリー、はあ。これもそう？違うか。さっきの人が使ってたのは何なんだろうね。スパッタリー。あれスパッタリーなの？ふわっと、これがよりこれは強いってだ強い。け。サメライドだしね。スパッタリー。マニューバーと何が違うんだろマニューバーだよ。マニューバーの中の一種う。だから何が違うんだろうって。だよ。で、だからスライドできる回数とかさ、スライドできる回数は同じかな。これとこれは全然区別が違うね。ちょっとスパッタリー取ってみようか。オッケー。これで、ちょっと前すごい上手い人がいたから。で、あれさ、避けながら落ちてたよね。うん、売ってた。俺マニューバーってなんか避けながら打てなかった気がするんだよね。避けて打ったの？マニューバーなんかそんな感じだった気がする。あまりにもこれが速いから避けながら撃ってるように見えただけか。さて、囲まれたりした時も良さそうだしさ、相手がさ、遠い目になった時もさ、パッパッて動いたら相手エイムきつそうじゃない。実際に使ってると全然うまくいかない可能性もあるよね。ゴー。さあ、チョラ、アサリを拾っとこうぜ。あるぞ、アサリが。お前のアサリがな。2個目。あ、いっぱいアサリが向こうに広がってるぞ。しかし、そこには敵も。うわー、後ろから来てる。オッケー。アサリあげろ、人に。持ってた人いっぱいしたでしょ。あげれないわ。あなんで？げれなかった。あ、落ちてる。アサリ落ちてる。オッケー、できた。ぶち込め。誰かぶち込んでる。拾え。あー、マイクアウトか、ここで。惜しいな。今ちょっと誰かがさ、ゴールぶち込んでくれそうな雰囲気はあったよね。雰囲気あったからさ、オッケーオッケーオッケー。ね、あのままアサリ集めてさ、入れようとしたんでしょ、アサリを。そう、お前のその気持ちはね、痛いほどよくわかった。こっち行っただろ、今誰か。あれ、気のせい。ボムか。オッケー。誰かぶち上げてくんないかな。よし、オッケー。ここにある。あげるよ、誰か。あれ。オッケー、ラグビーボールだ。撃て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 。ラグビーボール入れろ。誰か入れろ。あれ持ってたよね、誰かね、ラグビーボール。え、なんで？なんで？今後ろに持ってた誰か。ほら。来た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 。やべ、ちょっと投げるの早かった。うわあ、入れたのに頑張って。でも1個は入れてたよね、今の。いけ、2に。ああ、カメラがひどいんだ、2に勝った瞬間。ラグビーボール持ってるやつ、左に来てるな。あれ、なんかラグビーボール2人持ってる。そんなこともあるんだ。避けろ、避けろ。サメライズ。サメは無理。サメライドか。でも倒してくれた、誰か。やばいやばい、でもラグビーボール持ってる人いるね。いや、ラグビー今倒されてたよ。でもほら、まだいるでしょ、ほら、二人持ってる。なんでやねん。ああ、来てる。あ、でも倒してくれてる。ありがとう。このラグビーは消せないか。このボムは何なんだろう、一体。これはね、そこにワープできるの、ジャンプ。あ、そういうこと？だからあんまりそんなに強くはない。オッケー。
はい、オッケー、ワイプアウトした、アサリ集めて、オッケー、どこにあるのあれは。アサリがない、オッケー、逃げろー、見えない、あれ俺死んでる、うん、リンの番だ、あー戻されたか、ちょ大丈夫、落ち着け、リードしてるぞ、ゴールが空いてる時になんかレレレレレレレってなるんでしょ、あー射程で負けたわ、そうだな、ガロンか、いざこれ、なんだっけこの武器、うん、見た、あれ言ったじゃん、スパッタリー、スパッタリーって言ったらシュッシュっていうのをさ、使うの忘れない、ね、忘れるわ、オッケー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 、来てみろよ、右から左からいるんだろう、そこに、オッケー、壊した、あー、いたのかい、そこに着地からやったか、狙い、マークが見えなかった、全然やばい、これ入れられない、大丈夫大丈夫、でもあと20秒だから、おでもあの人全然撃たないね、あ死ぬのかな、オッケーオッケー、あと10秒、頑張れ、サリを取れ、誰か開けてくんないかな、オッケー、延長してるよ、ワイプアウト、オッケー、これで勝っただろう、投げろ、入れろ、えい、いいね、最後に壊した、いいね、はい、やった、 N サップとかでもいいかもね、かもね、少々カウント進行してない、いいでしょ、いいんだよ、いいんだよ、なんだあの左の人のあの武器、あのロングブラスター、ロンブラ、ロンブラ、じゃあ何でも知ってんな、うん、ショットガンみたいなやつかな、一気にしかしてない、オッケーオッケー、ちょっとこのさ、ああ、なんだっけ、このガチアサリ、ガチャアサリで C プラスには行きたいね、一旦。今の感覚って言うと、A とかには普通に行けそうじゃない？行ける。このまま順調、こんな感じで行けば。そうね。このまま絶、もう C プラスは間違いなく行けそうな感じするじゃん。行けるね。じゃあ B は絶対行けると思うんだよね。B は行けるな。じゃあ。A がどれくらいの壁なんだろうな。でも向こうもだいぶダメージ落ちてる、そうね、さあ左側気をつけてね、あー来てる来てる来てる、ブンブン丸来てるよ、ブンブン丸が、エイムー、エイムちゃん逃げることしか考えられなかった。マジか。ああ、ワイプアウトされた。やばい。カバジ。もう撃てません。カバジって何？カバジ知らないの？やばい。めっちゃ攻められてるやん。プルプルの気象部屋。あそこにいる。アサリいっぱい持っておきたい。マジで殺された、アサリが入れられていく、やばい、アサリを駆使、着地狩り、いやーダメだこれもう終わりだ、めちゃくちゃ押し込まれてるもん、お前、おい国際野郎、ほら俺はそんなブンブン丸に負けないぞ、パパ待ってよ、あのラグビーボールあったよ、ちょっと待って、
これラグビーボールあってもさ、こんなに押し込まれてたら無理でしょ。いける、やるしかないんだから。走れ、風のように振るぐらい。とりあえずジュース出せば無理だわ。なんで？だってワイパーさせるの。一人であの3人に囲まれたら無理でしょ。あー厳しいです。これなんかちょっと実力差がありすぎる気がするぞ。きっと攻められすぎてるもんね。まず塗って機動力を確保しないとどうしようもないな。うわー見えなかった。そんなことないんじゃない、うん、プロットでしょ大体の人が、うん、なんでこれ取れないの。もうラグビー持ってる。あ、そういうこと。教えてよそれ。じゃあ教えてって言えよ。教えてって言えたらさ、うん、別にもう知ってるところじゃん、それは。そうでしょ。ん？いや、ラグビーボール持ってるときに、うん、アサリって拾えるのっていうふうに、それを教えてって言ってるのはさ、うん、もうほぼそういうシステムがキーになるってことをさ、うん、あ、もういいや。やばいやばいやばい。あー機動力が今、うわー、何回ワイパーされてんの俺ら。あー撃たれた。嫌なやつだぜこの北斎ブームバル。もう俺は もうかばじい、もうダメだ。頼む俺に勝利を。敵を倒すのもできなくなってるもんね。今回の動画でもいけないのかよ。そう、あるからちょっと持っていくしかないな、うん、ああ無理だね。困るのは分かってよ、うん、いやここまでね攻められたらね、押し込まれてたらね無理でしょ。まあ、運ぶとかどころじゃないもんね。延長って言ってもね。こっちの腕、気合で一回だけぶち込みたいね。こっちの腕、気持ち。俺が道を作ってあげたのにさ。残念。残念。うわ、プレートが強そうだもん。みんな。カバチプー道お手だな。そうだろ。もう打てませんでしょ。カバジって何？え？カバジ知らないの？知らんって。もう打てません。何それ？カバジ知らないのか。あの氷底の、あやばい。武器変えようと思ったのに。まあいいか。これ一回このルームに入っちゃったらさ、切れないのかな。ね、切りたいよね。カバジって何の漫画？あ、カバジ、うん、テニスの王子様って漫画だよ。カバジ、氷帝、氷帝、うん、氷帝学園に出てくるテニス、テニス、うん、めっちゃ強いよカバジ。うん、カバジ何なんでもう済ませなきゃいけない。ほんとね、いやー、そのカバジっていうのは、その、
すごいね、なんか地味な顔してんだよね。体でかいんだけどさ、地味なやつなんだけど、その相手の技をそのコピーして返してくるのよ。あら強いね、それは。そうそうそう、ね、うん、でこっちあのめっちゃパワー系のさ、うん、あのテニスプレイヤーがいて、はい、でめっちゃもうなんていうの、もうカメハメハみたいなさ、うん、とんでもないあのもの出してくるわけよ。なるほど。打ち返すわけよ、弾を、うん、そしたらカバチもコピーするからさ、うん、ね、向こうのこっちのさその波動砲をさ、うん、打ち返してくるわけよ。はあ、波動砲に波動砲を打ち返されてさ、なんかこっちもまた波動砲ボーンと打ち返すわけよ、うん、そしたらカバチもボーンって波動砲を打ち返してくるわけよ、はあ、それの打ち合いになって、うん、最後結末どうなったかというと、うん、カバチは返せなかった。なんで？そんな波動砲を打ちすぎて、うん、もう肘がおかしくなっちゃった、壊れちゃった。あらあら、それで、うん、もう打てませんってそれがカバチ。もう打てません。名言。始まらないが、一回ちょっとこれ切るしかないかもしれない。カバチの話全部聞くぐらい時間足ない。あ？カバチの話全部聞くぐらい時間足ない。そうだよ。もう聞けませんっていうぐらいカバチの話したの。パッコンさんのモノマネしてよ。なんでだよ。いいじゃん。できないよ、もう調子悪いから。できるさ。ユアルさんのプレートがめちゃくちゃかっこいいよ。ほら、スプラッシュだな。もんやっぱりね、上手い人はスプラッシュだ使うんだよ。父さん、どうしようと思う。さあ、アサリーチャンネル登録者が10人になったらパパが父さんのモノマネをしてくれるでしょう。もうその時は何でも歌えるよ、もう。出たな、北斎ブームマル。あおそう、何言うたかよ。カメラカメラ今渡されたからね。あれ、バリア今俺らやった。やばい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 、また来てるぞ、ラグビーが。倒せ。いや、今ね、バリアがあるから。はめろはめろ。よーしよーし、いいぞ。さて、何してる。おい、何してる。ぬれ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 。ほら、持ってかれてるぞ、お前。戻せ。うん、完全にお前のせいじゃん、今の。何やってんの、お前。まず、ゴールを死守せよ。アサリ拾ってもらえないでしょ。いやもう、さっきは。おお、ワイプアウト。いけー、アサリを探して。オッケー、ゴールだ。いけ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 。入れろ、入れろ。いやもう死ぬ、いや死ぬ前に3個入れた。3個入れた。3個入れた。いいぞー。いやもうさっきは、何があったかっていうかね。いやもういい、もういい、大丈夫大丈夫。いいよね。もうね、笑える覚悟はあったのさ。うん、だからその前に周りのアサリを1回拾って、期限を最小限にしようと思って。そう。ほら。アサリが出てきたよ。よし、行け。行け行け行け。俺がアサリを。打ち込め。オッケー。入れろ入れろ。よし、いいぞ。よしよしよし。アサリ不足まで行ったの初めて。すごい。オッケー。アサリ拾ってきます。いけ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 。アサリ拾ってきます。いけ、ゴー、ダッシュ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 。もう一回アサリを入れさせてほしいけど間に合わない。間に合わない。また作って入れればいいさ。では、敵もいるぞ。よし、次はお前が開ける番だ。ナイス、開けた。開けた、でも開けたぞ。開けた開けた。
テリリ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 飲め飲め飲め、ドリンク飲め。パパ、あっちにあったよ。あったね。よしよしよし。アサリを。ああ。よし、アサリ拾って。ラグビーボールを。よしよしよし、右右右右。誰かゴール行ってるから。アサリを、あ、行ってないか。倒せ、倒せ、倒せ、倒せ。よし、入れろ。マジかよ。スプラローラーに引かれちゃったね。でも、いいぞ。だいぶリードしてる。シューブ、カバー、リーあと1個。おお、入れたアサリシュート。パパ、パパ、パパ、パパかよ。やっちゃったね。やっちゃったね。やっちゃった。ニーニーの勝ち。勝ち。ニーニーの大正解だわ。おお。犬ゾップいいんじゃない？え？エヌゾップいいんじゃない？エヌゾップいいのかな？いい感じ、ジェットちゃん。いい感じ。いい感じ？ゼロキル。確かに今。オッケー、あと 2回勝てば、うん、C プラスいけるぞ。おーっと、アサリが終わりかこれで。終わっちゃったね。じゃあ、ちょっと休憩か。いや、まだだ。ガチホコかな？ホコがいいな、そろそろ。何だろう、ヤグラ。ヤグラ、エヌザップいいでしょ。じゃあ次回はガチヤグラでちょっと挑戦していきましょうか。やっしゃい。それじゃあバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。